オーギュスト・ロダン、接吻、接吻は、オーギュスト・ロダンの彫刻作品。ダンテの新曲に登場するパオロとフランチェスカの比例をモチーフにしたもので、考える日と同様、地獄の門を装飾するレリーフの一つとして構想され、当初は、フランチェスカ・ダ・リミニのタイトルで呼ばれた。ロダンの構想では1886年初頭まで、地獄の門の一部となっていたが、 おそらく作品全体のテーマにそぐわないと判断され、その後すぐに外されて、独立した作品として発表された。1887年、パリ及びブリュッセルでこの作品が発表されると、パオロとフランチェスカであることを示す衣服を身につけていない。この像に対して、批評家たちが、接吻というタイトルをつけた。高さ74センチメートルの銅像は1893年に、 シカゴで開催された万国博覧会に出展されたが、全裸の男女が抱擁する様が、講習の前に展示するには、ふさわしくないとされ、個別に申請を行った者の,のみが別室で鑑賞を許された。ロダンは大理石で大きなサイズの作品を制作する際、まず、より作業がしやすい素材で弟子に、小さなサイズの模型を作らせ、それが終わると自ら仕上げを行った。 石粉の場合、ロダンは石膏、テラコッタ、聖堂でそれぞれ小さなサイズの模型を作っている。1888年、フランス政府が翌年パリで開催が予定されていた万国博覧会のために銅像よりも大きなサイズの大理石像をロダンに発注した。しかし1889年初めに作業が中断。 大理石像の、プンが初公開されたのは1898年のサロンドパリにおいてであった。作品のサイズは高さ 183.6cm、幅 110.5cm、奥行き 118.3cm である。合わせて発表したバルザック記念像への批判とは反対に、セップンは高い評価を受けた。バルブディンヌ工房が、 小さな制度性のレプリカ製作をロダンに申し出たことでも知られている。切ンの最初の大理石像は1900年にパリのバンコク博覧会に出展され、リュクサンブルール美術館を経て、1918年にロダン美術館の所蔵となった。1900年、ロダンはアメリカ人の美術コレクター、エドワード・ボレンから大理石像の切ンの発注を受けた。 イーストサセックスのルーイスに今日構えていたゴレンはこれを1914年、ルーイスの街の議会ホールに対応したが、エロティックスギルトの批判を受けて1917年に、また、ォレンの元に戻され、その島で手元に留め置かれた。1955年、オークションでも売れなかった、この作品を、ロンドンのテートギャラリーが買い上げ、現在は、テートのコレクションの一つとなっている。ロダンは、 デンマークのビール会社、カールスバーグの創業者の息子でのちに、同社の経営者となったカール・ヤコブセンからも、接吻の大理石像の発注を1900年に受けている。1903年に制作された、このレプリカは、ヤコブセンがコペンハーゲンに創設したニー・カールスベルグ・クリプトテク美術館に所蔵されている。ありがとうございます。